まあ、ぶっちゃけそういうコメントはさ、ない方がいいじゃん。なんかあまりにもそれがこう加熱しすぎてもさ、なんか変な感じじゃん。なんですか。お疲れ様です。今日は今、事務所でですね、トビちゃんと二人で今仕事終わりですね。今日は今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日の日報ですね。はい、仕事報告。はい、まあ、ちょっと忙しいんでね、舞台稽古が入ってきてるんで。何で笑ってんすか。いや、はい、ちょっとなんか見ない髪型だなと。うわ、めっちゃ髪型バカにしてるじゃん。じゃ画面で見るとちょっとパンチパーマみたいな。いや、パンチパーマじゃないの、クルクルパーマ。違うんです。今日撮影でこの前のね、はいはい、撮影であのメイクさんがちょっといいですかねって言って、森谷さんじゃないけどね、はい、でなんかアイロンでこうクル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 巻き出してくれて、巻き出してくれてと感謝してるのかしてないのか分かんない。してますね。普段見ない藤森の髪型にしてくれたんでね。はい、確かに見ないです。そういうちゃんと撮影用の髪型を作ってくれたんで、それを見て今笑ってるってことは、そのメイクさんをディスってるっていう。いや、違いますよ。そういうことじゃない。よろしいですね。いや、多分セットしてくださった時はもうちょっとなんかいい感じになってたんだろうなって。いい感じでしょう。いや、リーゼントみたいな。リーゼントをずっとこれで撮影してたよ。俺もちょっと分かんないけど、正解はこんな考え方したことないんだ。似合ってます。お似合いです。メイクさんに任せてね、やってみようかなっていうことです。いいと思います。っていうことでね、あ、でも今日は一個ね、そうだ、ちょっとみちゃんにも聞いときたいというか、はい、どう思ってるんだろうっていうことを、はい、確認しまくりなって。え、な、何に関してですか。仕事ですか。仕事っていうか、まあ、この YouTubeに関してはいはいはいですけども、まあ、もうトビちゃんもね、ちらほら目にはもしかしたら知ってるかもしれないけど、はい、この間のさ、なんかウェディングライブのさ、結婚式の CM のね、仕事の動画あったでしょ、はい、あれとかなんか顕著だったんだけど、はい、なんかこう、まあ、コメント欄見てるとね、はい、まあ、基本的には今日も楽しい、どうもありがとうございますとか、CM の撮影がこんなんなんですねとかっていうね、動画に関する動画の感想をくれるんだけど、はいはい、でその中何割かに、はい、藤森とトビちゃんすごいお似合いだな、早く結婚しろよとか、はい、藤森無理すんなよ、トビちゃんにプロポーズしちゃえよとかトビちゃんは藤森からの告白待ってんだぞとかそういう、でも類いのコメント見たことあるでしょ。ありますね、はい、まずああいうの見て、はい、もう率直なトビちゃんの感想としてはどういう感想ですか。あ、でもなんか、あ、そういう見方もあるんだなっていうのは思います。あ、そういう感じに見られるんだ。ああ、じゃあもう藤本と結婚するんだと思われてもいい。いや、別によくはないんですけどいや、なんていうの、いや別によくないですけど、ね、よくないってことでしょ。いやいや、それはお互いじゃないですか。いや、だからね、そこら辺を、はい、やっぱ一回ちゃんとこう視聴者の皆さんにね、はい、まあ、なん難しいよね、これ、うん、お伝えするというようにしてもさ、はい、まあ、ぶっちゃけそういうコメントはさ、ない方がいいじゃん。あ、まあそうですね。なんか、はい、まあ、なんでそんな、なんて分かんないけどさ、クラスでさ、はい、そんな別にお互いのことをさ、好きとか言ったわけじゃないのに、はい、お前らお似合いだから付き合っちゃうよみたいにさ、まあまあ、言われたりとかっていう経験あるでしょ。分かんないけど、ないですけど。あ、それないな。トビちゃんはやっぱりちょっと迷惑してるとなんか私だけ迷惑してるみたいな言い方ですよ、それは。いや、ごめんごめん。いや、いろいろ考えた。俺も別に今までは全然そういうコメントを見ても、はい、まあ本当に動画楽しんでくれてる一環として、あ、まあそういう風な見方してくれてる人もいて、はい、まあ我々も別になんかさ、そういうのを踏まえてなんとなく仲のいいタレントとマネージャーっていう感じでやってきて、踏まえてたんですね。いや、踏まえてるとか、そういうのもまああるなっていうのがまあまあまあコンテンツとしてっていうことですね、把握しつつね、はい、うん、だったんだけど、はい、まあ
なんかあんまりにもそれがこう加熱しすぎてもさ、なんか変な感じじゃん。まあでも前回の動画が、はい、まあ、内容が内容だったから、まあそれはしょうがないですよね。まあね、なんかまあ視聴者さん的なノリで盛り上がってくれてるっていう部分ももちろんあるんだろうけど、はい、で全然俺今まで気にしてなかったし、まあ、結構別に普通に楽しいコメントだなと思ってするしたけど、楽しいコメントだな、はいはい、ただまあいろいろ考えたらやっぱり、まあ、ちょっと余計なお世話だと思うけどだって本当に視聴者の皆さん言っときますけど、はい、僕もそうですけど、とびちゃんにもね、全くあのそういう気持ちはないですからね、うん、ですよね、はい、ないです全く。確認で一応ごめんなさい、好きなら言いますやめてくださいよ、そんな、ごめんなさい、なわけないじゃないですか。なわけないってはっきり言っちゃっていやいや、まあ、今言ってもらって、もうこんな話を、ね、別にできるぐらいの信頼関係でやってはいるんですけども、そういうことではないので、なんか変にそういうコメントをね、やっぱりされてしまうと、何がダメっていうことでもないですけど、まあいろいろ考えたので、例えばこれも本当余計なお世話かもしれないですけど、はい、まあ当然今彼氏がいないわけじゃない、はい、でこれからまあね、何かしらの出会いがあって、でまあ素敵な人と出会うことがあるわけでしょ、これから、そうですね、25歳でしょ、はい、ってなった時に、とびちゃんは何とも思ってないけど、例えばその彼がね、当然この YouTube とかもしかしたら見るかもしれない、はいはい、ってなった時に、なんかコメント欄見たら、まあ俺ととびちゃんが出てってね、コメント欄見たら、なんか藤森とびちゃんお似合いだなとか、いいカップじゃないかみたいなコメントを彼が、はいはいはい、例えば見たとしたら、俺だったらすごいやっぱ嫌な気持ちにはなる、からもしそういうことが何かの障害になっちゃうんだとしたら、とびちゃんのそういう可能性も一つ潰しちゃうという、まあそれはお互い様ですよね。もう俺もそうよ、この先ね、もしかしたらこう結婚する相手が現れたりとかなった時に、そういうことがもしかしたら嫌な、今のところそうやって、まあ、お互い別にないけど、そういうことを言われたりとかっていうことはね、悲しいですね、それはそれで今のところそういうことはないんだけどよく考えたら、まあ、それは嫌だなって、うん、1個、うん、で本当にここに別にそういうね、あの気持ちがあるんだったら全然そういうことも言ってもらってもいいんですけど、まあ、社長とマネージャーなんなんかこっちも変にさ、そのなんだろう、動画内でそんなことないんだけど、変にそういうことを裏切れないような、はい、変な見えないプレッシャーみたいな、いや別にそんなバラエティしなくていいんですよ、はい、そんなのはいらないです、ね、いらないんだけど、はい、だけどなんかその直接的なことじゃなくても、はい、なんかさ、なんか常に仲良くなきゃいけないのかなとか、あ、そういうやんわりじんわり変なこうプレッシャーがね、ずーっとなんか敷かれてるかかってたんですね。わかんない、とびちゃんがどう思ってたかわかんない、ちょっと私も気をつけます、ちょっとこう、いやいや気をつけます、別にもう3歩ぐらいですか、多分何にもそんな日はないんだよ。いやでもそう思わせてしまったっていうのもあるじゃないですか、やっぱり。いや難しいよ、だからってさ、こう仲いいっていうのは本当に別に仲いいっていうか、まあ結構何でもこう気を使わずに、はい、まあ、俺は年上だから、もちろんそういうとびちゃんも俺に言えるとか、はい、そういい関係性だとは思うんだけど、はい、だから別にそれをじゃあなくしましょうも全然また難しいじゃん。そんな別に今までのいいこの関係性をね、別になくす必要はないし、なんだけど、別に手繋いで歩いてたわけじゃないし、そうですよ、想像しただけ鳥肌立ってきた。じゃあそれは言い過ぎだな、それに関しては言い過ぎだな、別に、うん、別に時としてそういうことがあるかもしれない。嫌です、言っちゃうのがいけないんですよ。そういうところで試してる、試してる。いやだからよ、はい、まあ、だから、まあ、こう なんて言うんだろうね、この見てもらってる立場でこういうことを言うのはおこがましいかもしれませんが、まあ、できればあまりそういった方向性のこうコメントですね、コメント欄の方に残してもらうのはやめていただけないでしょうかと。なかなか珍しいですよね。でこんな動画初めてじゃないかな。YouTube 史上わかんないです。いや知らねえし。アンチとかでは何でもない。アンチでも何でもないです。もうなんて微笑まです。微笑まファンです。アンチでも味方でもなく微笑まですね。はい、味方
方では味方なのか、でも分かんない、それが時として言葉の武器となる可能性もあるわけだ、はい、うん、本当にあの、ま、リアルな話だ、文ちゃんだってね、これからそういう彼氏とかを見つけていきたいわけだからね、それが、はい、言ってますから、私だって彼氏が欲しいですよと。もうそれはそうだね、それはそうですよ、だって今どのぐらいいないんだっけ、まあ、もし夢の早で3年、トビちゃんにももう彼氏が3年いませんから、まあ今年1年はね結構俺にこう独立して1年目だったから忙しくやってくれましたけど、例えば来年とかでちょっとこう仕事も慣れて落ち着いてきたりなんかしたら、そうやってねあのデートする機会もできるかもしれないし、いいんですか、え、あ、今日ちょっとデートしてきます、ちょっと現場すいません、いや仕事休むのはまあでもしょうがないね、それはね。はい、そうですよ、1週間ずっと稼働があった場合、まあ、そうだね、俺も休みになる、例えば1週間っていう仕事の時は別に全然週に2日とかはさ、まあ休む、それは労働者の権利としてあることなんでしょう、分かんない、一応なんかあるらしいですね、まあ別にほら俺もさ毎回毎回特殊な現場に来てもらわなくてもある程度こうもうなんか慣れた現場とかだったらできるし、まあ、主にほら、トビちゃんにやってもらってる仕事ってさ、その現場に来てくれて、いろいろフォローしてもらう部分もあるけど、そうじゃなくて、それ以外にこう、取引先との連絡だったり、スケジュール関連をね、やり取りしてもらったりとか、まあ、そう、お金のやり取りとか、まあ、そういうことやってもらって、裏方作業が多い。はい。うん。まあ、だから実際、その、物理的に現場行けませんよ、みたいなのは、全然今後あっていいと思う。ありがとうございます。まあ、デートですって言わなくても、あ、そうちょっとはってなる、一応ちょっと報告しとこうかなって、いやいや、はってなる、それは、あ、デートで仕事ね、でもまあそれは別にうちの会社よしとしますあ、はい、ありがとうございます、やっていかないと、もしかしたら今この現段階でもトビちゃんのこといいなって思ってる男性いるかもしれない、どっか身の回りに、だけどなんかこういう動画見てるとなんかよーみ、トビ松さんにこう声かけるのもちょっと違うのかなとか、勝手になんかちょっとこうテレビじゃない、こう YouTube に出てるから、メディア出てる人だしなとかってなんか気が引けちゃってる、いやこれはでも実際にあったりするのやっぱり、トビちゃんはそうじゃないって謙遜して言うかもしれないけど、これやっぱ実際あったりするからね、トビさんなすごい素敵な子だけどでも目なんかなとかって、いやですね、そこで一個なんかストップかかっちゃうのかな、だからそういうことも可能性としてはありえるので、まあそういう場合はもうあの引退という形を取らせていただいて、はい、その YouTube に出るのを引退という形を取らせていただいて、はい、ああまあもうそうね、もし本当に彼ができて、でその彼がいや本当にこんなこと言うのあれだけど、もう藤森の YouTube に何か久しぶりに出るのも見てらんないからやめてくんないかと、ちょっと結構迷いますよね、でもそしたらどうします、いや迷いますよ本当に、いや迷っちゃダメよ、いやでもだってその人とだって生涯共にするっていう保証はないじゃん、まあね、でもそれはまあ彼がそうやって言ったらそっちを優先した方がいいとは思うし、そういうことが来た時はちょっと、まあ、ただその時に全然再生数回ってなかったら俺は土下座するかもしれないですけど、富ちゃん無理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 、富ちゃんが出ないとかもうありえないから、いや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 、そんな変わらないんですって、冗談をね、はい、言ってますが、そういうこともある、マジであると思うよ、そういうの、へえ、いやだって本当に俺を置き換えたらやっぱ彼女がそういう風になって、まあ分かんない、俺が自分でこう出る仕事してるからそこまで本当の気持ち分かんないけど、やっぱちょっとなんか嫌だもんね、でなんかほら俺とっていうこともあるけど、視聴者からトビちゃんが人気だっていうのも彼からしたらなんかちょっと嫌な気持ちになると思う、じゃあそれが嫌、かわいいとかトビちゃん俺の嫁さんになってくれとかそういうコメントもあるじゃん、そんなにあります、あるあるあるそれすらやっぱこうね、もし一般の男性お相手だったらやっぱちょっと不快に思っちゃうこととかも多分あるから、まあ、っていうことですね。どういうことですか。だから、今後一切そういった類のコメントの方は、はい、
できれば控えていただけたらなと、これは藤森飛松からのお願いということで、これどうでしょうか、今週は。はい、うん、そう、直接的なんじゃなかったみたいな。ああ、まあね、うん、いい、本当に仲のいいマネージャーと社長ですねとかね、そういう2人をこう励ましてくれるような、はい、それはめちゃめちゃ嬉しいですけど、はいはい、もう結婚しろよとか、それしないんで大丈夫それはしないんで、はい、いくら言われても、はい、すいません、いや、それはもうないよね、富士山の中にも、僕の中にもそれは、はい、そういったことはないよねっていうことですね。まあでも誤解を与えるようなほどの微笑ましいあの仲の良さを見せてしまったりとか、そういうことももしかして何の謝罪してるんですかね。俺もちょっと喋っててだんだん何をこれ謝ってんのか、ね、微笑ましくてごめんなさい、藤松さんと誤解をさせるような、イチャイチャ、そして、微笑ましい姿を皆さんの前で垂れ流してしまい本当に申し訳ございませんでした。今後はですね、そういった誤解を招くことがないように、我々2人に、精進して頑張っていきたいと思いますので、これからも末永くこの藤森チャンネル応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ようこそフィレッジへ。